きましょう。よろしくお願いします。さあ行きましょうか。アイダスフットサルパーク川崎、まずはガチの1戦目、黄色チーム対ビブラシチーム。長いボールヘディング、いやー惜しい。まずは奇襲攻撃、黄色チーム。さあ右サイドから逆サイド、ナイスクリア。そのままサイドライン、ビブラシボール。さあまずは立ち上がり先制点狙っていきましょうか。両チーム、これは敵。そのまま左サイドゴール前シュート、いやー惜しい。狙いすぎたか、ポストの横。さあ黄色チーム切り替えたい。ここはビブラシも焦らず最終ラインからしっかりとつないでくる。中央でカット、そのまま倒して行かせない。ここはビブラシも行かせてくれない。さあポストを収めきれるか。右サイドうまい、ゴール前、いやーナイスキーパー。ここはキーパーいい判断。さあ皆さんダイレクト、いやー惜しい。ナイスクリア。コーナーキック、コーナーです。ビブラシボールコーナー。さあまずは立ち上がり先制点狙いがファーサイドは長すぎる。そのままサイドライン、キロボール。さあ立ち上がり1分、激しい展開、中央まだゴールは生まれず、長いボールヘディングカット、こぼれ球黄色チームは中央でキープ。ここは焦らず一旦後ろ、最初だから、いやパスミス。サイドラインビブラシボールチャンス。さあここはしっかりと4枚戻ってディフェンス、黄色チーム。さあ一旦キーパーも高い位置、速いボール中央でカットになるか、こぼれ球ヘディング、ナイス。さあ繋いできたのは黄色チーム、一旦キーパーなくて速いボールも、いやー惜しい。これもトラップアーズ、滑るボール、また前からカットは黄色チーム、中央で奪い返して右サイド、いやー惜しい。サイドライン、さあ立ち上がり1分30秒、0対0、まだゴールは生まれず、いやーここでサイドラインビーブラッシュボール。さあ左サイドが中央、一旦落として4人で押し上げてくる。そのままプレッシャー、黄色チーム、いやーこれもパスが合わない。そのままサイドライン、キロボール。さあ右サイドから黄色チーム、中央。さあここは混戦、中央キープ、ナイス。そのまま1対1勝負、いやないで、ここはシュートコースがない。さあ縦に預けてダイレクト、右サイド息が合わない。そのままサイドライン、キロボール。さあキロボール、左サイドから行きましょう。一旦後ろ、前からカット、浮かしたボールうまい、ゴール前、いやそのままゴールイン、ナイスゴールで両チームキーパー交代です。両チームキーパー交代お願いします。さあまずは立ち上がり終了間際、決めてきたのはビブラシュ、取り返していきましょう黄色チーム。さあ中央プレッシャー、ポストプレーからうまい、左サイド押し、これは合わせきれず、サイドラインビブラシボール。さあ右サイドからビブラシチーム1点リード、中央カット、そのまま右に預けて縦にボール、いやー惜しい。トラップ合わないか、惜しい、収めきれず。さあキーパーからビブラシチーム行きましょう、中央ゆっくりと回り見て、長いスローヘディングカット、こぼれ球は黄色チームチャンス、ショートカウンター佐藤さん、ここは1枚残してカウンター狙い、ナイスブロック。ここは一旦キーパーから黄色チーム組み立て直し行きましょう。残り時間半分、左サイド展開。さあ中央に1枚フォローに入ってくる、ポストプレーから、これもトラップ流れたところを狙ってくるのはビブラシオのプレッシャー2枚、ナイスディ、中央でカット。さあ切り替えた黄色チーム4対3、いやレディーカウンター、これは危ない、いやナイス、このミスは見逃さない。さあこれで1対1同点、行きましょうか。追いついてきたのは黄色チーム。さあ中央ゆっくりと右サイド、プレッシャー中央ポストプレー、一旦後ろプレッシャー、ナイディ取れればチャンス、あとはキーパー、いやー惜しい、これは決めきれず、コーナーキック。さあ追加点狙いに来る黄色チーム、中央速いボール、ここは行かせない。さあキープは黄色チーム、狭いところ、さあ繋いでくる、ナイディ、ナイスです、硬い、ここは行かせない、強引すぎる、ナイスディ、ナイスキーパー、カウンターチャンス。さあここも縦は切ってくる、これがつながる、そのまま2対2ナイスです。さあこぼれ球はそのままサイドラインで、両チームキーパー交代です。両チーム先にキーパー交代です。さあ行きましょう、残り時間あと2分、1対1の同点、追加点が欲しい両チーム、いいボール、いやーナイスキーパー、危ない、ワンタッチナイス、ここでゴールライン。さあ行きましょう、ビブなしボールから1対1の接戦、初戦から激しい展開、左サイドプレッシャー危ない、さあ繋いでいけるかビブなし、危ない、クリアボールは収めきれず、こぼれ球拾ったのは黄色チーム、中央ドリブル、さあそのまま左中で見せのフリーで、いやーナイスクリア、危ない危ない、
危ない危ない、必死のクリア、ビブラシブ。さあ残り時間があと1分、1対1、中央ナイスカット、こぼれ球はそのままサイドライン、黄色ボール。さあ終盤にかけて黄色チームが押し込んでくる、縦に預けたボール、さあフォロー欲しい、そのまま左サイドオーバーラップ、ナイスカット、黄色ボール。さあファーサイドフリーで1枚、ここはナイスクリア、さあ以上さあ黄色ボールから最下位右サイド中央行きましょうか、そのまま左サイドナイストラップ、柔らかいトラップ、中央つないでいけるか、黄色チーム行かせない、あかせ、そのままカウンター、うまいかわして、あとは決めるだけ、いやこれは鋭いカウンター、追加点ビブラシブ2対1。さあ行きましょう、残りが30秒もない、行きましょうか、黄色チーム1点差、すぐに追いつきたい、ラスト前、中央から左サイドプレッシャー、ここは堅い守り、ビブラシブダイレクトミスエド、中央から狭いところ、いや惜しい、さあラストラストワンプレー行きましょう、さあラストプレッシャー、前から黄色チームが奪いにかかるんですが、ちょっと待ちましょう、ボディコンタクト気をつけてください、ビブラシボールでラストワンプレー行きましょう、ボディコンタクト足元気をつけてください。さあ以上、ビブなしボールからラストワンプレー、1点リードはビブなしボール、そのままシュート、いやナイスブロック、さあこれで取れればチャンス、サイドラインまずはビブラッシュ勝利、2対1、ありがとうございます。ではビブラッシュキックオフで真ん中から行きましょう、さあ行きましょう、2戦目、先ほどはビブラッシュ2対1からくも勝利、さあ左サイドドリブル仕掛けて中央は通らない、さあキーパーから速いスロー、左サイド展開、ここはターンが遅れたところしっかりと戻ってくる、ビブラシも速いボール中央でカット、さあそのままドリブル左サイドオーバーラップ、ここは右サイドに展開、ここも黄色チームしっかりと1枚ずつプレッシャー、中央は敵、さあこぼれ球、お見合いですか、大丈夫ですか、足元気をつけていきましょう、ビブラシボール、ビブラシボールいきましょう、こちらさあビブナシチーム中央ゆっくりとシュートで来るか、危ない危ない、これはキーパー正面、そのままダイレクト右に流れたボール、シュートは惜しい、ロングシュートは枠の外、さあ早いリスタート、ビブナシチーム中央からダイレクトミサイルに展開、さあ縦に流れてくる、ここは縦に預けてそのままシュートまで持っていくがサイドネット、さあ黄色チーム中央から左サイドダイレクト長すぎる惜しい、さすがにこれは追いつけない、ビブなしボール、さあまずは立ち上がり1分、0対0、2戦目はどちらが先制するのか、長いボール、いやー惜しい、ナイスラン、惜しい惜しい、さあ今度は黄色チームキーパーから右サイド縦に預けたボール、ナイス、そのままダイレクト中央、カットはビブなしチーム、ここは3枚速い、うまい、見せたらゴール前、いやーポストだ、惜しいサイドライン黄色ボール、さあ右サイド中央からプレッシャー、危ない危ない危ない、黄色チーム長いボールカウンター、そのまま一人で胸トラップ、さあフォロー越し、ここは囲まれる、左サイドオーバーラップダイレクト、いやあの狭いところ通して、まずは先制、黄色チーム1対0、先にキーパー交代ですね、先に両チームキーパー交代です、ごめんなさい、先にキーパー交代お願いします、ありがとうございます。さあ行きましょう、立ち上がり終わって1対0、黄色チーム1点リード、今度は追いかける展開、そのままシュート欲しい、ビブラシチームコーナーキック、ワンタッチコーナーキック、さあ黄色ボール右サイド、さあ中央に1枚ゆっくりと流れ込んでくる、ハイボール、いや惜しい、黄色ボール、さあ左サイド行きましょう、黄色チーム、まずは同点を追いつきたいところ、そのままゴール前一旦キーパー、さあ中央からゆっくりと長いボール、そのままキーパー、いや危ない、パンチング、さあゴール前、ここはいやナイスキー、ナイスキーパー、さあそのままミサド、キーパー黄色チーム寄せてくる、ビブラシを投げて、ナイスです、黄色ボール、さあミサドから黄色チーム速いボール中央ダイレクト落としてゴール前、ナイスキー、ここも行かせない、ビブラシチームの固い守り、さあ残り半分、残り時間半分、左サイドそのまま中央ドリブルからシュートはキーパー正面、さあビブなしボール中央ポストプレーから
さあ囲まれる、そのまま行かせない、ここは行かせない、ビブラシボール。さあ行きましょうか、ビブラシム、そろそろ追いつきたい時間帯、残り時間2分30秒、近くに預けてダイレクト、戻したボール、さあミドルシュートを打てないか、シュートコースがない、さあ一旦後ろに預けて中央ドリブル、そのまま左まで流れて取られると危ない、プレッシャー、ナイディ危ない、ナイス、いやーナイスプレッシャー、黄色ボール。さあ見せた黄色チームの攻撃、中央ポストプレーから、さあここは繋いでくる、左サイドに展開ない、もうピーアナスキーパーこぼれ球惜しい、ビロジボール、先にキーパー交代、先にキーパー交代お願いします、両チームキーパー交代です、黄色チームキーパー交代大丈夫ですかね、ありがとうございます。じゃあビロジボール、ビブなしボールからいきましょう。さあ残り時間あと2分、残り2分で黄色チーム1点リード、ビブなしも追いつきたい、左サイドからキーパー、長いボール、ポストプレー、さあここはキープして、いや行かせない、ここも黄色チーム固い守り、さあそのプレッシャー、長いボール中央でカット、さあ浮いたボール、ルーズボールは黄色チームナイス、中央、いやこれは力強い角度のないところ、サイドネット突き刺して2対0。さあ行きましょうビロジ、いやここで集中切れたか、黄色ボール中央、そのままドリブル、さあここはしっかりと寄せていきたいビブラシム、残り時間が1分半、見せろ、さあここは逆サイド中央でカット、そのままヘディング、縦に預けて、ここでサイドラインビブラシボール、さあビブラシム1点返していきたいところ、中央、さあゆっくりと左サイドに展開、股抜きは敵、そのままゴール前、右サイド取らない、さあカウンターチャンス、逆サイド早上がり、倒してかわしてくれ、いやー惜しい、ここは行かせてくれない黄色チーム、さあ残り時間1分切ってて、来たところ右サイドからそのままシュート、いやここで2点目、ナイスゴール、3対0、行きましょうビブラシム、残り時間30、さあ1点返して終わりたいビブラシチーム、中央から右サイドに展開、さあここも狭いところワンツー取らないビブラシボール、さあ時間がなくなってきた、3対0、2戦目は黄色チーム勝利確定か、中央クリアボールはもう一度キーパーからビブラシム、左サイドに展開をし、黄色ボール、さあ見せろ黄色チーム、ラストラストワンプレーいきましょう、さあラストワンプレー、そのままシュートか、いやー惜しい、2戦目は黄色チーム勝利、3対0、あざす、1勝1敗結果でいきましょう、3戦目、さあ1勝1敗で迎えた3戦目、中央ポストプレー、さあここはつながる右サイド、そのシュート、いやーキーパー正面欲しい、まずは黄色チームが攻め込んでくる、立ち上がりいきなり危ないから欲しい、ナイスクリア、さあビブラシも落ち着いていきましょうか、右サイドから黄色ボール、さあここはプレッシャー、逆サイド、これはパスミス、ビブラシボール、さあ右サイドビブラシも中央、誰ですか、さあゆっくりとポストプレーから、そのままドリブル、ここも焦りが出たか、サイドライン黄色ボール、さあ1勝1敗の両チーム、縦につながる右サイド、うまいかわしてゴール前、いやー惜しい、ラストパスはつながらず危ない、さあ行きましょう、サイドからビブナシボール、左サイド、このプレッシャー、さあ黄色チームは前から奪いにかかる、中央カット、そのままかわして左足、いやー真横惜しい、さあまずは立ち上がり黄色チームペース、ビブラシチーム落ち着いていきたい、カウンター、そのままトラップ、中央は打てないが、ここはシュートまではいけない、さあ切り替えたいビブラシチーム、右サイドフリーシュート、いやーこれもわずかに枠の外、力みすぎたか惜しい、さあゴールライン中央からビブラシチーム、まずは立ち上がり1分、黄色チームが攻め込んでくる、さあ長いスロー狙ってくるも、ここはそのままゴールライン、黄色ボール、さあキーパーから左サイドフリー、さあ縦に預けてカット、チャンス、さあ中央見せてオーバーラップ、いやないで、ナイスです、黄色ボール、さあビブラシチーム切り替えたい、ここは切り替えたい、中央一旦後ろ、長いボールはそのままゴールライン、惜しい、で先にキーパー交代です、ごめんなさい、先に両チームキーパー交代です、ありがとうございます、さあ立ち上がりよって0対0、黄色チーム攻めきれず、サイドラインビブラシボール、
さあ0対0のまま中盤戦右サイド、そのまま縦にフォローに入ってくる。さあ黄色チームプレッシャー大丈夫ですか、一旦どうでしょう、大丈夫ですか。ちょっと足元滑りやすいで気をつけましょう。ビブナシボールから、ビブナシボールからいきましょう。ありがとうございます。さあビブナシボールから再開いきましょう。足元滑りやすいんで気をつけてください。さあ中央フォローに入ってくる、左サイドフリー、ここで中央カットは黄色チーム、そのまま長いボールはナイスクリア、そのままサイドライン、ビブラシボール。さあ3戦目も一定勝負になってくるか、0対0、長いボール、ヘディング中央、ナディ、ここは行かせない、そのままカウンター、3対2、ミサド、かわしていけるか、ナイスカット。さあ今度はビブラシチーム、左サイドカウンターは行かせてくれない、黄色チーム、サイドライン、ビブラシボール。さあミサド、ビブラシボールです、ビブラシボール。さあミサイドが中央弾込んでくる、ここはキープしておきたいところ、黄色チームはカット。さあ左サイドから縦に預けて中央奪い返す、ビブラシチームかわせない。さあカウンター3対2、そのままシュート、いいアレスキー、ナイスキーパー。さあ今度はビブラシチームのカウンター生かしてくれない、ヘディング中央、うまい、いいや、ハンド、ハンド取りましょう、ビブラシボール。さあ残り時間半分、0対0のまま右サイド中央、そのままワンツーつながる、ゴール前、いや惜しい、決めきれず先制ならず。さあキーパーから黄色チーム、長いスロー、左サイドは長すぎる。さあ右サイド、ビブなしボール行きましょうか、中央フォローに入ってくる、ポストプレーかな、トラップ流れて黄色チームは回収、縦に預けて、ここもボールが滑る。さあ中央キープ、ナイス、そのまま左サイドは弱い、カウンター、さあ3対1、これは大チャンス、そのままシュート、いやー、まさかのシュートは枠の外で、両チームキーパー交代です、両チームキーパー交代お願いします。ありがとうございます。さあ行きましょう、残り時間あと2分、0対0両チーム。さあ右サイドフリー、ここは寄せてくる、中央からワンツー、いやー惜しい、つながらず、サイドラインビブラシボール。さあ左サイドが中央、ビブラシボールプレッシャー、右サイドは長すぎるか、そのままサイドライン。さあ黄色チーム早いリスタート、中央ダイレクトはゴールキーパー。さあキーパーからビブラシチーム、右サイドに展開。さあここは2枚寄せてくるのは黄色チーム、前からプレッシャー、そのまま左サイドに展開、ないボール、さあここはかわしていけない、黄色ボール。さあ右サイド黄色ボール、縦に預けたボール、柔らかいトラップ、そのまま左サイドオーバーラップ、右サイドフリーで1枚、縦に預けてダイレクト中央、ナイス、かわして逆サイドフリーで1枚、つながらない、危ない。さあカウンター、速いドリブル、ゴール、いやー得意の左足、ナイスゴール。さあここで先制点、ビブナシチーム行きましょう。さあ残り時間1分切ったところで先制、ビブナシチーム。さあ黄色チームすぐに追いつきたい、ラスト前、中央から、ここはサイドライン、ビブナシボール。さあ残り時間30秒、ちょっと黄色チームが前から奪いにかかる、危ない、いやフリーで、いやこれはもったいない、黄色チームのプレッシャー、あっという間同点。さあ残り時間あとわずか20秒、中央ポストプレーから追加点いけるか、ビブナシチーム浮かしたボール、うまい、いやうまいだうまい、ナイスパス、ナイスゴール。終盤にかけてゲームが動く、2対1。さあラスト、ラストワンプレーいきましょう。さあラストワンプレー、追いついて終われるか、黄色チーム中央で勝ったビブラシチーム。さあラスト浮かしたボール、この前ワンツーで右サイドに展開、さあシュート、ブロック、ナイス。3戦目はビブラシチーム勝利、2勝1敗、ありがとうございます。こっちの方のラストマッチ行きましょう。さあ2勝1敗ビブナシチーム一歩リードの最終マッチ。さあ黄色チーム最後は勝って終われるのか、中央ポストプレー。さあ一旦後ろを預けてビブナシチーム左サイド展開、さあここも中央、黄色チームは寄せてくる、惜しいか、ここはキーパーがっちりキャッチ。さあ長いボール中央でカット、ダイレクトはつながらない。さあもう一度キーパーから黄色チーム、さあここはフォローに入ってくる、中央
さあここは右サイド縦に預けてプレッシャーないでサイドライン黄色ボールさあ見せろ後ろに預けて黄色チーム左サイドは誰もいないビームなしボールさあまずは立ち上がりラストマッチどうなる浮かせたボールパスがつながらない両チームさあゴールライン終わって黄色ボール大丈夫ですか足元気をつけてください左サイドに展開さあ前には1枚ゴール前走り込んでくる中央ポストプレーから右サイドフォローに入ってくる3枚囲んでくるナイスディここはパスを出させてくれないビブラシムナイスディここでカットそのまま中央預けてポストプレー奪い返せるかナイスディコーナーキックサイドラインビブラシボールさあ左サイドからビブラシムニアサイドに1枚浮かしたボールファーサイドヘディングクリアカウンター2対1そのままドリブルしてるでいやーナイスか大丈夫ですかそのまま押し切った寄り切りナイスゴールさあまずは黄色チーム先生さあ今度は追いかけるビブなしチーム左サイドラストマッチここも前からカットは黄色チーム浮かしたボールそれは黄色ボールでしょうさあ左サイドから黄色チーム一旦後ろさあゴール前走り込んでくる1枚ここは右サイドに展開そのまま中央カットショートカウンター3対2そのシュートはいやー惜しいコーナーキックでは先にキーパー交代です両チーム先にキーパー交代です両チームキーパー交代お願いしますありがとうございますさあ1対0黄色チーム1点リードシュートはわずかにポストの横さあ黄色ボールキーパーから行きましょうか左サイドに展開さあそのまま右サイドいやーこれはパスがつながらないサイドラインビブラシボールさあ左サイドからビブなしチーム縦に預けてダイレクト落としたボール黄色チームが前からプレッシャーナイスイサイドラインビブラシボールさあもう一度ビブなしボール左サイドさあ大丈夫ですか足元が滑りやすくなってくる右サイドうまい2人かわして縦にボールいや惜しいさあここは弱いゴール前カットは黄色チームゴール前いやブロックナイスで危ない危ない黄色ボールさあ左サイドが黄色チームが攻め込んでくるファーサイドは長すぎるそのままサイドラインビブなしボールさあ右サイド早い上がりここは縦に預けて中央さあターンはできない前から奪いにかかる黄色チーム危ないさあキーパークリアボール拾ったのは黄色チーム危ないそのままうまいこれはナイスラップシュートいやー惜しいゴールライン黄色ボールさあ長いスローナイスカットそのまま右サイドから中央フリーで1枚さあ左サイドこれはパスミスさあここで攻撃遅れていったキーパー組み立て直しビブなしチーム中央さあロングボール狙ってくるか右サイドは長すぎるそのままサイドライン黄色ボールさあ左サイドから近くに預けて黄色チーム中央ポストプレーそのまま右サイドオーバーラップそのままつながるいやーいけないか惜しいで両チームキーパー交代です両チームキーパー交代お願いします両チームキーパー交代ですありがとうございますさあ行きましょうビブなしボールから再開前からカットゴールライン惜しいこれは力みすぎサイドラインさあ行きましょう ビブなしボール右サイドさあ中央プレッシャー黄色チームは前から奪いにかかる危ないさあゴール前いやーナイディナイスクリア黄色ボールコーナーキックさあ左サイドのファーサイド1枚速いボールいやーこれは抜けていやーナイスキーだファインセーブ危ない危ないコーナーキックさあこれ以上の失点は避けたいビブナッシュまだ1点差ここはしのいでいきましょう速いボール中央ダイレクトはバーの上そのままゴールラインさあビブナッシュボール長いスローここは高さがある黄色チーム中央ナイスヘディングで右サイド押しゴールラインビブナッシュボールさあ中央プレッシャー黄色チームはまた前から奪いかかるポストでうまいそのまま店のオーバーラップいやかわせないゴール前キーパー出てくるいやナイスキーナイスキーパーここもファインセーブが続くビブラッシュチームのキーパーさあ左サイドから速いボール中央ここでしっかりキャッチそのまま中央ターンして浮かしたボール1対1いや行かせない黄色チームが行かせないそのままダイレクト切り替えたいビブラッシュチーム3対2や惜しいさあ行きましょうか1対0のまま長いスロー中央キーパーできない黄色チームがカット右サイドさあそのまま2枚囲みにかかるいやーこれがつながるうまい
切り返して右サイドゴール前シュートまではいけないコーナーキック黄色ボール。さあ右サイド黄色ボールが続く中央走り込んでくるゴール前ファーサイドフリーで1枚こぼれ球はそのままサイドラインさあ行きましょう黄色ボール左サイドそのままゆっくりと中央速いボールポストプレーから右サイドつながらない惜しいで先にキーパー交代です先にキーパー交代お願いします両チームキーパー交代ですさあ以上残り時間残り時間あと2分1対0黄色チーム1点リードのサイドライン黄色ボールさあ8分マッチも1点勝負中央カットそのまま1人でいやー行かせてくれないナイスでいいこぼれ球黄色チームいや逆サイド通らないかもしれないサイドラインビブラシボールさあ残り時間が1分半1対0黄色チームリードのまま中央かわせないここは体で強引強引にシュートいやーナイスキーナイスキーパー危ないさあ1点差守りきるか黄色チーム見せてもらうコーナー早いボール中央ここもシュートコースがないビブラシボールさあ左サイドビブラシチーム中央からファーサイドの1枚一旦後ろキーパーも高い位置さあパワープレーコーナーキックさあサイドラインかさあビブラシボール右サイドは中央さあ2枚してた惜しいそのまま黄色ボール早いリスタート中央ワンツー惜しいゴールライン黄色ボールさあ残り時間あと1分ダイレクトナイスブロックこぼれ球はビブラシチームさあつないでいきたい縦にスルーパスここはキーパー出てるナイスそのままゴールラインさあ黄色ボールキーパーから長いスローダイレクト落としたボール中央さあここは左サイドの展開そのままポストプレーからここは力強い強いいやーここで追加点黄色チーム2対0残り時間30秒さあ行きましょうビブラシチーム追いついていけるかビブラシチームラスト前に1点は返しておきたい黄色チームのプレッシャーいやないでいいナイスプレスさあ左サイドから中央ダイレクトさあウイニングラン黄色チームここはサイドラインサイド取りましょう黄色ボールさあラストワンプレーいきましょうか黄色チーム2点リードでラストマッチさあビブラシチーム1点返して終われるか2対1うまい見せろフリーで中央いやナイスまだあるさあプレーオンラストそのままサイドラインありがとうございましたでは勝ちの方こちらで